そ映画好きそうな馬娘に対するみんなの反応。洋画って1作目だけ見とけってやつ多くね。続編全部クソなやつ。2で完成されたものが多い印象あるわ。ターミネーターとかエイリアンとかホームアローンとか。ターミネーター2って31年前なんだな。友達と映画館に見に行って下敷き買ったわ。バックトゥザフューチャーは続編も欠点らしい欠点がないな。あれ、1が受けたから急遽続編作ってあれやからな。マジで神がかってる。しかも2と3同時進行で制作してたんやろ。あんな3作全部面白くて締めまで完璧な映画そうそうないわな。あれ脚本が神がかってんだわ。やっぱりネバーエンディングストーリーよ。あの犬好き。ファルコーン。シャイ。やっぱシリーズ通して観客の要求に応え続けたシャークネードよ。登場人物が死ぬかどうか投票で決めてたの草。なんだそれ草。サメはそろそろ宇宙に行った頃だろうか。クソ映画好きそうな馬娘。マック。プリファイ好きの奴ら全員。カレンちゃんがホラー映画好きって設定だからカレンちゃん。意外とマヤとか映画好きそう。副会長。サメ映画はお嬢様のたしなみ。トップガンマーベリックはいいぞ。これが見たかったんだろ?のど真ん中突っ切るような内容だったよね。最初のデンジャーゾーンでいきなりぶち上がった。トップガンを見に行ったらトップガンが出てきた。イオンシネマのなんかフルリクライニングできるいい席で見たんだけど満足感やばすぎた。一作目は自分の生まれる前の映画でそっちをあえて見ずに行ったんだけど、作品の概要は知ってる。それでもめちゃくちゃ楽しめた。最高だったぜ。エスコン7の DLC も勢いで買っちまった。俺がマーベリックだ。クソ映画を作りそうな馬娘は誰?マーベラスはすごく難解で不条理意味不明系だけど、一部からのコアな人気を獲得しそう。ゴルシはパッと見クソだけど、めちゃくちゃ考察されそうな映画作りそう。圧倒的財力を用いてただラーメンをすするだけの映画を作りそうな王族。電化粉するトラックのうんちゃんが、たまたま入ったクソまずラーメン屋を立て直すために奮闘するんやな。タンポポだっけ、ヒロインはシャカールが演じるのかな。ラーメン屋の話なのにオムライスばっかり覚えてんだよな。キング、応援団イベを思い出せば盛り上がる音楽大音量で流しとけ、派手な金ピカの大道具バーンと出しとけ、と勢いだけで作ったクソ映画できそう。シャカさんとか中山あたりは好きそう。冗談はどんな映画でも永久評価しそう。特撮とか見てて、ああ、この仕掛けはこうやって撮ってんだなーって思ってそう。シャカさんはむしろ悪いところを指摘して愚痴りながら最後まで見るイメージがある。タズナさん、あんたの作る最高に超いい世界にゃークソ映画はあるかい?クソ映画ローテを喜んで回るダイヤちゃん。それに付き合うことで混乱するキタちゃん。バックトゥザフューチャーは、2、3並行で作ったていうか、2、3を一つの作品で作ったけど、長すぎるから分割したっていうのが正しい。だから2の半年後に劇場公開できたんだよね。クソ映画で感動する気けど。どんな内容でも最後に誰かが泣けば感動してそう。チケゾーも真顔になるレベルの映画ってあるのか?どんでん返しのサスペンスものとかは綺麗に騙されて、見終わったらしばらくポカーンとしてそう。早秀の解説で理解したら泣く。会長かな。なんとなく。マックちゃん、春天前夜にスペース野球ゾンビを見るんじゃない。まともなサメ映画を作ろうとしても結局展開がワンパターンになって劣化上手扱いされるから、奇抜な方向に突き抜けるしかないんだろうな。その辺はゾンビも同じ感じかな。さすがに王道をやるのはかなり勇気がいるジャンルだと思う。サメ映画には不可能はないんだよ。上手を超えること以外は。やはり原点にして頂点。たった一つの不可能が重すぎるんだよ。最初に完璧なもん出されちゃお手上げなんよ。最近はサメが出てくるサメ映画なんてものもあるらしい。
サメが出てこないサメ映画もあるしな。世の中の映画すべてがサメの出るサメ映画はサメの出ないサメ映画で分類できるようになったその映画の業は深い。マックちゃんといい野球好きとクソ映画好きはセットなのだろうか。野球でクソみたいな展開に飽きてるから耐性はあるんだ。月に何回かは確実にあるし、ひどい時は何日か続くし、年間で見たらシーズンそのものがクソってケースも決して珍しくはない。というか暗黒期はそれが数年から10年単位で続くという。あれ、野球って。アルダンは絶対何でも楽しんでみるタイプだな。殿下がシャカールと一緒にクソ映画見てそう。アニマルパニック系はクソ映画以外を探す方が難しい気がする。ジョーズ、ディープブルー、アナコンダぐらいしか良作が思いつかん。三つどもえ、将軍、パティシエ、宇宙人、の内容が気になる。春天直前にスペース野球ゾンビを見に行ったマックイーンの心境を述べよ。明日の予定を考えると絶対に寝なければならないのに、どうしても目が冴えている状態で手元にあるゲーム機を眺める心境。要所要所切り取ってみると面白そうなのに、フルで見ると精神を削られるんだ。デビルマソ視聴後の虚無感は忘れられない。サメ映画とそのうちコラボしそうだよな、ウマ娘。今度のサメは、パドックに出る。主役は川上さんで。オグリキャップと映画を見るとポップコーンがたくさん必要そうだ。結構周りを気にする子だからサクサクなるのを嫌がるかも。でも腹の虫はなる。サメ、空、陸、海、宇宙、サメの汎用性は異常。なんかおかしいよな。最近やっと克服したみたいだけど、それまでは湖とか川止まりだったからね。本物のサメが自分の適性に気づいてないだけだぞ。リッキーが引退時に芝の方がってのと同じや。キングに B 級ホラー映画見せたい。なんでわざわざ一人で確認に行くのよ。なんで静かにって言ってるのにずっと喋ってるのよ。なんで最初から銃使わないのよ。漫画の実写クソ映画耐久レースを開催します。トップバッターはハリウッド版ドラゴンボールです。トップでそれだとメインや大鳥はどうなってしまうんだ。雪の美人と一緒に見る塔の物語。会長もクソ映画好きそう。なんとなく衛進フラッシュとイクノディクタス、ビワハヤヒデ。そこ考察するというところを深く推理しそうだなーって。マックイーンってクソ映画好き属性まであるんだよな。本当に盛りすぎだよあのお嬢様。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。